待っていたぞ。もはや沸かせてみせろ、我の血潮を。踊らせてみせろ。さあ存分にしよ。攻撃、行こう。そうだ、気に入ったやるな。ヒット、これを。でいいね。はい、受け取れ。頼むぞ。やったぞ、行くぞ。いい感じ。これでなんとか。頼むぞ。いい狙い。やるぞ。続けていこう。これでなんとか。さあ、受け取れ。そこだ。ここで差し切れ。よし、気にしない。聞いてるぞ。今だ。ここだ。やったぞ。聞いてるぞ。使うぞ。やるな。ここで行こう。いい感じ。やるぞ。いい狙い。行った。よし、いい狙い。ヒット、効いてるぞ。でい、今だ。頼むぞ。いいぞ。さあ、そこだ。これを受け取れ。行け。立つんだ。そら、この調子。
切れ。そうだ、いい狙い。これでなんとか。間に合え。ここでやるぞ。よし、やる。よしよし、この調子。我が力が及ばぬというのか。もはや貴様を阻む者は何もない。新世界。無駄だ、もはや止められはせぬ。口惜しきは創世をこの目で見られぬこと。行きましょう。なん、おーい、来たね。でもそれもいい。大丈夫か。君たちもここまでたどり着けたんだ。仕方ない、君たちにも見せてあげよう。異構築の先に僕が見出した究極の進化、変性超進化を。彼はオメガモンアルタ B、 僕の新しいパートナーであり、全ての平行世界の扉を破壊する創世の王だ。まさか執行者を進化させるなんて。
ヒントをくれたのは広瀬浩太。無限ドラモンとは違う異構築を見たことが編成超進化の大きなヒントになった。お前、雪村がスカルグレイモンになるところを、心を壊すことで無限ドラモンではないデジモンへの異構築が可能だとし、それからはどう壊せばどう変化するのか、そして得られたデータから結論を導き、なんてこと君たちはとても興味深かったよ。その全てが糧となり AR 計画、アドバンスドレルム計画が。あんた何考えてんのよ。どうもしないよ。何か、かつてこの私の野望を打ち砕いた愚か者たちが。鈴木、狂ったわ。全ての世界の扉を壊すなんて、たとえ執行者を進化させても破壊に必要なエネルギーが得られると。できるさ。そのための BH プログラム解だ。全てのデジモン、そしてデジタルワールドそのものを、それら全てをエネルギーに変換して、オメガモンアルター B に幼年期デジモンですら究極体に変化させる異構築が、一つのデジタルワールド全て、それによって生み出されるエネルギーたるや創生の光、デジタルワールドの全てを食らい尽くし、平行世界を隔てると、エネルギーが、デジタルワールドの異構築が始まったの。お願い、オメガモンアルタ B を止めて。エネルギーが集まりきってしまったら全ての世界が壊れてしまう。オメガモンアルタ、そこだ。ここでミット、続けていこう。行こう、やるぞ。やるな。でい、いいぞ。立ってくれ。この調子。そこだ。さあ、そして、えい、いいぞ。聞いてるぞ。
だぞ。聞いてるぞ。よし、行け。この調子、受け取れ。今だ。ここで。大丈夫だ。早く起きて。やるぞ。チャンス。落ち着いてる。気にしない。これでなんとか。効いてるぞ。行け。やるぞ。効いてるぞ。この調子。出し切れ。この調子。さあ、そこだ。やったぞ。いい狙い。今だ。チャンス。受け取れ。いいぞ。ここで行こう。やったぞ。ヒット。いいぞ。これでなんとか。この調子、見せてやれ。聞いてるぞ。今だ。チャンス。よしよし、頼むぞ。一歩立ってくれ。そうだ、これでなんとか。聞いてるぞ。ここで。さあ、どうした。落ち着け。聞いてるぞ。
切れ。やるな。無事か、お前たち。遅いって先生、もう終わったよ。悪い、デジタルワールドの異変を察知してすぐに駆けつけたつもりだったんだが。貴様はあの時のガキか。消える。あいつは、まさか…アンチプログラムを、このままフローティアへ連れ帰るわ。執行者が、オメガモンアルタ B になっちゃったけど…わからないわ。それ、AR 計画は止められたけれど…リインカーネーション発動の準備はできてる。急いで町に戻ろう。執行者を運んでくれないか。見て。目が覚めたか。え？なんでお前が先生なんて呼ぶんだよ。この人は僕の。は？ちょ、待って。え、先生って一応高校で国語を教えてる。マメオ、ワルの先生だったか。やっぱ私ずっとタメ口だったって教師とか自分の学校がどうこう以前に、目上の人間にタメ口はやめとく方がいいね。うん、ですよね。無駄話はそこまでだ。ん？リしまったの。この町を丸ごと使っての分解と再構成によるデジタルワールドの浄化と転生じゃ。分解と再構成による。あんたがばらまいた PH プログラムをきれいさっぱり取り除くための計画よ。それはデジタルデータであればどんなものにも。わしらが行っておるのはPH プログラムの浄化じゃから、やろうと思えば。だったら僕のことも分解してくれないか。お前それ自分のことを世界から消してくれって。僕はあまりにも多くの罪を犯した。なんか物分かりが良すぎて逆に怖いんだけど。呪いから解放されて罪の重さがのしかかってきたんだろう。かつて俺が倒した男の怨念だよ。得意領域での決戦の直後、都築の体からそいつが出ていくのを見た。この者も呪いとやらの被害者だというのか。違う。僕は僕の意志で得意領域を探し当て、悪いのは全て僕だ。バチ壊したい。でもしない。え、ショーマのこと見てたら、
記憶が戻ったの？うん、私デジモンだった。優しいパートナーがいて、でもいきなりポイッとされた。一人ぼっちでずっと泣いてたら、私頑張って声がするほ。得意領域で鈴木と出会った。パートナーを失ったデジモンは得意領域に流れ着くという説は本当じゃったか。しかし無限に広がる得意領域で偶然アクセスしてきた人間に呼ばれて出会うなど、奇跡の確率じゃな。奇跡ではなく必然だったのかもしれない。どういうことじゃ？テイマーとパートナーは惹かれ合う。あなたとパートナーたちがそうであったように、コータとヒマリとどれだけの時間が経っても、一度結ばれた絆は決して切れることなく両…ルーシュと続きもそうだったってこと？でもだったらなんでルーシュにあんなひどいことしたんだよ。続きはルーシュがかつてのパートナーだと気づ…全く気づいていませんでした。てかそもそもなんでパートナーを捨てたりしたんだ？あの時の大会で君に負けたから。大会って小5の時の？だとしたらあの大会はあんたが勝って優勝したじゃない。違う、僕は負けたんだ。広瀬と君の準決勝を見て。だから僕はパートナーのデータを不正改造した。バトルには勝った。でも戦う前から僕は負けていたんだ。有しリベンジするつもりだった。パートナーの転生を待って、今度こそ正々堂々って。も僕のパートナーは転生しなかった。僕はパートナーを捨てて新しいデジタマを育て始めた。究極を求めてデジモンに関するネットワーク上の全ての情報を解析するつもりだった。そうしている中でデジタルダイブのこと夢中になったよ。何度も何度もダイブした。繰り返すほどに。そして夏休みに入る前のある日、僕は得意領域を発見した。お前の不登校が始まった頃だな。得意領域には未知が詰まっていた。見たことのないデジモンの残骸や出所不明のデータなんかが、その中でひときわ異様な光を放つデータのかけらを見つけた。それが呪いというわけか。今ならどれだけ愚かしいことか理解できるけど、その時の僕はその瞬間から僕の中に狂気が宿った。呪いをベースにした BH プログラムの開発、ネット断絶、邪魔しに現れた執行者の破壊、それに得意領域で見つけた残骸データを使ってルーシュを作り出し、全てが僕の罪。許されることじゃない。でもショウマのおかげで私はみんなと会えたぞ。嫌なこともいっぱいあったけど、だからバチコーンしないで許してやる。ルーシュ、でも僕は。なんもうっさい。ルーシュは許すって言ってんでしょ。うじうじする前にごめんなさいとありがとう。はい、ごめんなさい。それ一番大変だったルーシュが許すってんなら、俺もこれ以上は怒れない。お前はどうする？いい。ここから先は俺が担任として責任を持つ。わしらはどうするかの？気に入らぬ。得
ということじゃ。鈴木翔馬、もちろんわしらの意志がデジタルワールドの総意、お前さんを許さぬ者も数多くおるじゃろう。一件落着。そのようね。今断絶していたネットワークが回復しつつあることを確認。オメガモンアルター B で成功するかどうかは賭けじゃったが、無事リンカーネーションは成功したようじゃの。とはいえデジタルワールド全体が転生するまでにはまだまだ時間がかかるじゃろう。見届けるってわけにはいかないか。だね。正直1秒でも早く現実世界に帰りたいし。お別れか。リインカーネーションが完了したらまたあなたたちを召喚することは可能。俺か続きがデジタルダイブで連れてくることもできる。落ち着いたら絶対またここに来るから。あ、じゃあさ、それを約束にしないか。デジタルワールドで再会する。いいね。じゃあ指切りしよう。何やってんの。あんたも来なさい。入れてもらえ。お前はこいつらからいろいろ教えてもらった方がいい。コウタから教わることなんてあるかな。あるって。例えばほら何それ。ぜひってめっちゃマジだし。じゃあ約束。デジタルワールドの転生が終わったらみんなでまたここに集まろう。話はまとまったようね。お主よ、本当にありがとう。ひまり、コウタも。戻ってきたら盛大に祝宴を開くぞい。私からも礼を言う。お前たちには本当に助けられた。いいっていいって。なんであんたが真っ先に受け取ってんのよ。まあまあ、固いことはいい子なし。雪村、また来るから。おう。リッカ、ちょっとだけ待っててね。ええ、また会える日を楽しみにしているわ。絶対戻ってきてよ。今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。
起きて。約束の時が来たわ。原因不明の通信障害について、通信大手3社は正常に復旧したと発表しました。原因については引き続き調査を行っていくということ。おーい、こっちこっち。お、やっと来た。みんなお待ちかねだぞ。呪文はかなり時間がかかるって言ってたのに、指切りまでして再会の約束したのが。デジタルワールドと現実世界は時間の流れ方がかなり違うからね。そう、それあの日現実世界に戻ってびっくりしたよ。妹たちが心配で気が気じゃなかったのに、帰ったら何事も、私もなんかもうわけわかんなくなって、妹たちを抱きしめてわーわー泣いてたら。なんののろけ話だよ。でしょ、いい子たちなのよ。ああ、わかったわかった、妹自慢はまた後で聞くか。あ、そっか、確かにそっちが先だね。タオモンの仏頂面も見たいし。じゃあそういうことで、僕たちも行こうか。彼は僕の新しいパートナーだよ。名前はノワール。君にはオメガモンズワルドディフィート。リインカーネーションが終わった後、デジタマに転生したオメガモンアルター B に。と、ごめん、話が長くなっちゃったね。みんなを待たせちゃ悪いし。いいな。またこの通り。デジタルワールドは平穏を取り戻した。私からも礼を言う。お前たちの働きで実現したリン。いやー、だからなんで、あんそうね、でも誰一人欠けてもリインカーネーションは実現しなかった。救世主だ。どうした鈴木。僕はここにいてもいいのかなと。またその話か。気持ちはわからんでもない。でもお前は罪を償うために執行者にパートナーになってもらって、リインカーネーションで BH プログラムを浄化しきれなかったデジモンたちを助けて。許されたかどうかは俺から言えることじゃないが、見てくれているものは必ずいるはずだ。その通りじゃ。過ちを真摯に償おうとするお前さんの誠実さは、みないつかは許しを得ることができるじゃろう。少なくともここにいる者たちは。ありがとう
ではこの話はここまで。俺たちは飲み食いできないけど、雪村たちがねぎらってもらえるならいいか。うん、立花、今日はいっぱい楽しんでね。ごめん、お祝いの席なのに。実はデジタルワールドにリインカーネーションの発動と並行して、僕はミレイと二人で、その時得意領域に漂っていた残骸データがフィルターを張ってはいたんだけど、どうやら残骸データはあまりに小さすぐにミレイがフィルターを通過したものを追尾観測した。君もよく知っている通り得意だから、僕はミレイの観測すごく頭のいいやつで、と先生やジジモンたちにも話してどうにかつかむ、ここに来てそいつはピタリと動きを止めたんだ。やつは進化の兆しを見せ始めたんだ。とても危険な存在だと思う。おめ情けないけど、僕ではとても君を頼ることになってすまない。ありがとう。奴がいる場所は、ちょっと待って。もし BH プログラムに侵されたままのデジモンがいたら、よいか、嬉しいなぁ。